ちょっとマジで聞いてもらっていいですか？乾杯する前に R1 飲んでいいですか？なんかね、飲む前に R1 飲むといいよって飲みべ高い友達に教えてもらって、お前は絶対に飲んだ方がいいって言われたんで、ちょっと先に。じゃあいつも通り乾杯しましょう。ちょっとね、本当に考えられないぐらいイライラしたことがあったので、急遽 YouTube 撮ろうと思ってるんですけど、じゃあ皆さん本日も一日お疲れ様でした。乾杯、美味しくいただきます。あ、おはようございます。アイフラワースタイリストのイレナです。おはようございます。ちょっと聞いてほしいんですけど、なんかね、今日私は仕事終わりに友達と飲み行く予定だったんですよ。好意があるわけでもないのね、お互い。なんか休みって知ってて、あ、じゃあ休み飲もうよって言ってたから、なんか空いてたら連絡してみたいな感じで言ってて、でそれまで連絡を取ってたのね。で夕方過ぎになって、私は仕事を終えたのね。で私はまあ連絡来るまでまあいっかと思って待ってたのね。でそしたら普通にその人飲むムーブ出してきたの、私 LINE でね。インスタグラムのストーリーを見たら飲んでるんですよ、友達と。え、でさ、まあ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 みたいな、まあ今日飲もうねって確定で決まってたわけじゃないし、まあまあそんなもんかそんなもんかってちょっと心落ち着かせてたのね。そしたらばよ、その後 LINE が来て、なんか今日はどこどこで飲まないのみたいな来て、それがそっちの家の方なのね。はぁ、舐めないでもらっていいですか、ちょっと。ちょっと平沢レナのこと舐めすぎじゃないですか、それは、みたいな。何をそのエロいべ目的でこの時間にみたいな。ちょっと舐めすぎだなって思って、カチンと来ちゃって、もうすぐさまビールを買いに行きまして、腹させていただきます、ここで鬱憤を。クソが。皆さんも舐められたもんですね、年下に。普通にびっくりして今既読無視してる状態なんですけど、なんかさ、男女問わず自分のことを雑に扱う人は容赦なく縁を切っちゃっていいと思うのね。だって雑に扱われる人じゃないから、みんなプリンセスだしプリンスだから。全然ね、なんか自分なんてっていう考えより、本当私っていうのはみたいな感じでいていいんですよ、男女問わずね。だからこいつに関してはもう切っちゃうんですけど。切っちゃうんだけど、こうやって見てくださってる方とか、お花のお客様とか、友達かくいっていうのはもう基本的には、あ、もう平沢先生みたいな。平沢先生おはようございます。平沢先生、地震が最近多いので生きてください。これなんか今日平沢みたいなマインドで結構皆さん来てくださって、で私もあーいみたいな、あーいって感じで聞いちゃうんですけど、ってぐらいなんかもう私の周りは結構行きやすい環境ができてて、すごくすごくありがたいなっていう感じなんですけど、たまにこうやってポットでのさ、変なやつがいる。この前もさ、私なんか、私は結構友達の縁は早いって思ってて、入れ替え入れ替えだと思ってるから、月に1回必ず SNS 断捨離っていうのをやるんですけど、なんか今のさ、世の中って SNS をフォローしてるから友達みたいな感じがあるんだけど、私そういうのが大嫌いなのね。友達じゃねえしみたいな。で私は皆さんが見てるアカウントしかないの、本当に裏垢がないのね。まあなんでかっていうと、ただめんどくさいからなんだけど、隠すこともないし、ただのフラワーアーティストだから、変な港区の身みたいな、変なインフルエンサーの身とかない。ないし、バカの身しかないから。マジで裏垢を人生で一度も作ったことがないんだけど、
その SNS でさ、仕事関係じゃなくても友達の友達がフォローしてくるじゃん。で、なんか一回行ったイベントで会った人ってこの先二度と会わないじゃん。そういう人って私は基本的に切っちゃうのね。で、なんかそれがこの前友達伝いで聞いたら、なんかレナちゃんにインスタフォロー外されたんだけどみたいな、男性の方が私の女性の友達に愚痴を言ってたらしくて、はぁみたいな、女々しくないっすかみたいな。で、なんかでもその友達は結構私の長い友達だったから、あー、あいつは関わりなくてなんか生産性ないと思ったら切っちゃうから、そういうやつだよみたいな言ってくださって、なんか前回に引き続き私の友達みんなそうやって私をちゃんと説明してくれるから助かるだって思うんですけど、めんどくさいなーって思いながら、まあでもそうやってまた縁が切れたってありがたいことに他で縁が続いてる友達もいるので別にいいやって思いながら今日も美味しくお酒を飲んでるんですけども人といない時に食べるご飯って本当に興味がなくて、ただ自分の空腹を満たせればいいって感じだから、好きな食べ物が基本的に野菜とかスープとかの、だからそれしか食べてないんだけど、もう今日イライラすぎちゃって、なんかママが大好きなお菓子を買っちゃってママがこれ大好きなのコンビニにさ、さっきさ、こうやってカチューシャしてさこうやってコンビニに行ってもうビールすぐ2本取って買ってきましたなんか今日さ、このカチューシャ褒めていただいたのね。事務所行くときに100均があったから入って3秒で選んで買って、今日これでずっと現場でしたらめちゃくちゃ褒められて、ハッピーなんか最近ツヤ肌なんだよね。テカリ、年老いいただきます。うん、最近ね、歯が痛かったの。歯が痛くて、前に私歯がずっと痛かった時に親知らずが生えてきたのね。痛すぎて痛すぎてもう喋れないぐらい痛くて、で歯医者に行ったの。で歯医者に行ったら、なんかそこの先生が、今抜けますけどどうします？みたいな言われて、じゃあ行っちゃってくださいみたいな、抜いちゃいましょうみたいな、私がそれを言ったの。したらもうその先生が優秀すぎて、結構ほんと10秒ぐらい抜いてくださったのね。で、あ、親知らずってこんなもんかみたいな、こんなもんだったら腫れないんじゃねみたいな感じで、帰った次の日の大腫れなんかみんなさ、ここがさ、ブクってなるじゃん。私ここが腫れて、この喉のところが腫れちゃって喋れなくて、喋れないのに、私その時まだバーで働いてたから、親知らずを抜いた日か、抜いた日に出勤してて、何、親知らずで抜いちゃった、ごめんって言っていや、でも歯医者さんが今日抜けるって言ったから抜いちゃおっかな、行っちゃいましょうって言っちゃったって言って、なんかその日来たバーのお客様とかに、ごめんなさい喋れないんですみたいな、喋れなくてお酒もいらないですってずっと言いながら、しかもなんかマスクしてなくてずっとこうやって一人で抑えてて、かつなんかちょっと痛すぎてよだれたりしちゃうからずっとこうやってさ、それでその歯医者さんに親知らず抜いてから通うようになって、ケアとかいろいろしていく中で歯のね、逆側の歯を治療してたのね。じゃあ次来た時にここの治療をしましょうねって言われて、忘れてて歯の治療をしてることをっていう、歯の治療をしてることを2ヶ月忘れてたのね。なんかその間ずっとその治療してた側の歯が痛かったの。なんで歯痛いんだろうって考えてたの、ずっと。歯が痛いな、親知らず抜いたのにみたいな、逆側が痛いみたいな感じで考えてて、治療してるとこが丸出しの状態で2ヶ月だからさ、そりゃ痛いじゃん。で、私はずっとこっち側で噛んでたの。右側で噛んでて、左側で噛むと痛いからね。で、右側で噛む癖ができちゃって、なんでこれ痛いんだろうって思い出して、歯をこうやって鏡で見た時に、あ、待って待って、治療してたくないって思って、で歯医者さんに電話したら、平沢さん予約してから2回
当日来なかったんで次来ないともう予約取れなくなっちゃいますよみたいな、みたいなすいませんすいませんと思ってこの前行ってきて、で歯の治療がね終わったっていう話なんですけど、だからさっきこれを食べた時に右じゃなくて左で噛めて感動しちゃう。なんか最近ご飯食べてると左で噛めることに感動しちゃうんだよね。治療行けよって話だけどてか私この前財布落としたの財布をね飲んでる時に落として、渋谷の桜ステージっていう新しい商業施設があるんですけど、そこの4階にジューシーっていうスタンディングの立ち飲みのお店があるんですけど、そこのお店の装飾をやらせていただいておりまして、そのお店でお会計をして次のお店に行ってる10分間の間に私は財布を落としましてで、なんか終電がギリギリだったから、まあとりあえず帰ろうって帰ろうって言って私からね不安なくせに帰ろうって言って帰って寝て、朝起きてまだ不安じゃないの。なんでかっていうと、なんかめっちゃその日空が綺麗だったのね。朝起きて絶対財布あると思って絶対財布あると思って、で仕事してて、で周りの大人から早くカード止めた方がいいよとか、カード止めて、あと警察にも連絡して駅にも電話してとかいろいろしなさいって怒られて、そしたら焦ってきちゃって、私がそんなこと言うのみたいな。だってそれ空が綺麗だから財布あるって思うもん。紛失届出そうと思ってその電話のね履歴を見たら、私酔っ払いながら110番に電話してて、でなんかその110番の番号を見たらその時の記憶がフラッシュバックして、なんか110番に電話かけて、事故ですか事件ですかって聞かれて、いや事件じゃ事件なんですけど、私にとっては大事件なんですけど財布を落としてしまってって言ってそしたらお姉さんめちゃくちゃ笑ってて、まあでもそれは大事件ですよねみたいな言ってくださってで調べたら、全然まだ届けは出てないですねみたいなって言われて、なんか駅とかにももしかしたら届いてるかもしれないので言ってみてくださいってアドバイスをいただいて、切ってやばいやばいと思って、で渋谷駅にもなくてやばいやばいと思って、でそこの商業施設にもなくてやばいやばいって思った時、ふとその桜ステージって井の頭線の方寄りなのね、ワンちゃんと思って井の頭線に電話したら、あったんですありました、無事ありました、ありがとうございます、届けてくださった方。ただお金取りましたよね、知ってますよ私、お金取りましたね、小銭までごっそり。しかもさ、その時一緒にいた友達がさ、最近財布落としたの、なんかその子最近お金絡みの不運が続いてて、それのバッド話を聞いてたの、そしたら財布落としたの。だからすぐ言った、お払いに行きなさいってあなたの不運が私に来てる。うわっ2本目酒って本当に美味しい。美味しくいただきます。乾杯。まあちょっとタバコ吸おうかな。タバコ吸いましょうかね。まあ一回落ち着くためにもね、タバコ吸いましょうよって。来週新しいタトゥーを入れるんです。また見せますね。じゃあ皆さん、今日も動画見てくださってありがとうございました。そしてチャンネル登録と各 SNS のフォローお願いします。じゃあねー、みんなよく寝てね、それか今から仕事頑張ってね、またねー、 Love you じゃあねー、 Love you。